き直そう。イベントスタートダッシュできるといいですねって。そうなんですよね、スタートダッシュしたい。ただ明日さ、あの始まるのが遅いんで私。そう、それがさちょっとなと思って心配。そう、今日は見に行きました。髪を取ろうとしてたとこでした。お、ごめんなさい、邪魔したしちゃった。ひょっとして多分寝た寝た。え、ビスタアラバスタ編の映画やってて見てるみたい。テレビない、ここに。いわちゃんこんばんは。今ワンピース愛すごいからさ、私さもうプレミアムショー見てから映画見てってやったらさ、もうワンピース愛すごくてマジでさ、うわちょっと書くな、明日のイベントのお天気ナビゲーターのガチベを明日からします。ナビゲーターガチベガチイベディ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 、なんか小学生みたいな落書きみたいになってんねんけど、軽い乗りたくなるよなって乗りたくなる。ゆうかみんなお母さんか、おつかわ、おつかわいい、お疲れたかわいい、ナイス、ありがとうございます。久々にゆうかにやってた。ふうかもさ美しくしかっこいいし渋滞してたゆうちゃんこんばんは。たけさんこんばんは。ワンピースはチョッパーと出会ったとこで止まってます。もうちょっと進んでもうちょっと爪切ろ、爪切ろ、大事。 BPM さんこんばんは。いや、うーか本当に本当にうん素敵やったマジで続いては天気です。亀田さん、そらジロー番組限定してるやん、元気さん。それこれはね、感謝の形っていう TVK って書いてる、ウェザーリポートっていう番組、毎週月曜日の22時55分から23時。うん、見てほしい。仮眠します。お、いくやさんもう寝ちゃう。いくやさんおやすみ明日からイベントなんで、ガチイベなんで、お星様だけでも投げに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。皆さんめっちゃ嬉しいです。どうかな、いけそうな感じかな、皆さんスケジュール的に。明日はとりあえず23時15分から配信しますね。ここに書いておきます。から2時間明日って9月5日やんな。とりあえずこんな感じで1日ずつ3つ書いていこうかなって思うけど、どうやらいけてるかな。とりあえず明日の1枠目を書きました。そうです、 TVK です。たけさんこんばんは。どこの局？神奈川です。テレビ神奈川です。いつまでジャパンにおるの？一応今の予定では10月の中旬にフランスでイベントに出るので、それにめがけて1ヶ月ぐらいはスペイン行くんやけど、まあ、10月11月頭ぐらいかなまではスペインにいます。それ以外は日本です。基本日本メイン。もう5日なの早いよね早い。 HK さんこんばんは。神奈川限定かな。でもね、あのね、 YouTube でも見れるの。そう、 YouTube でも見れるから、大阪県の方も神奈川以外の方もぜひ見てくださいそして見てくださいじゃないの、ぜひ応援してください。明日は23時15分から2時間ぐらい配信しまして、6、7、8、9、10、11、ここまで一応タイムスケジュール一応考えてはいるので、は
はい、またあのファンルームに載せようとは思うんですけども、一旦変更はあるかもなんですけど、これで考えてるよってのを載せようかな。とりあえず今口頭でなんとなく言うと、お昼夕方夜っていうのをやっていこうと思ってて、で3時間空けばお星様貯めてもらえるかなって思うのね。1日2時間限定なので配信が、なので6日、明日はちょっと6時からイベントが始まるんやけど、私その時間朗読劇のお稽古に行ってるのでちょっと配信ができないので、23時15分から家に帰ってきてから2時間やろうかなと思ってます。でもって6日は一応今考えているのは11時半から30分配信して、でその後に夜の9時、21時から45分配信、23時から45分っていう感じで、お昼、夜って感じかな、やろうと思ってます。そう、スタートで引き離されないようにしたいですよね。そう、夜2時じゃない2時間やるので、そこでどうにか追いつきたいなとは思いますね。7日がお昼12時から12時半、これも30分、一応平日は12時からできたらいいなと思ってて、だいたいお昼休みとかに来てくれる人がいたらいいなと思ってます。ただね、6日はね11時半からにはなっちゃうんですけども、一応11時半から30分やらせていただきます。で7日ね、12時から30分で、6時から45分、9時から45分って感じで、8日の夜がちょっと予定があるので、ここの8日の夜を7日から8日にこう変わる12時超えてから1回やろうと思ってて、9時から7日は配信1回終わるんですけど、9時からの21時からの配信で、けど8日になってから24時から45分から配信しようと思ってて、こうしたら8日の配信になるのね。8日お昼から12時からもう一回配信して、でさらに夜23時半から配信しようと思ってます。で9日10日は同じスケジュールで、12時から30分、18時から45分、22時30分から45分を同じようにしようかなと思ってます。で11日は12時から30分、ここまで一緒、あ、ここも18時も一緒、18時から30分、あ、違うわ、あれだね、3時間空けないとダメだよね、確かね。ほんなら8時からじゃあかんわ、11日だって9時に終わっちゃう、9時10時に終わっちゃうから、6時半に終わったら、あ、1回目の配信が6時半に終わったら間に合わんよね。ダメだ、これを5時にしよう。え、これ多分みんな何言ってるか伝わってないよな5時から30分配信しよう、そしたらいけるでしょう。か、6時に終わればいいのか、え、分からんくなってきた。え、15時半からして18時に終われば大丈夫か。そうするか、これ後で載せるんで、まとめて3時間あれば星集まるかな。朝から星貯めて星座待機してます。星座じゃなくてもいいけど、待機ありがとうございます。星座は足しびれてもう動けなくなっちゃうってことは冬はジャパンにおらんなんか、おります。10月の1ヶ月間だけスペインなんで、あとは全部日本です。シンジさん、トラミキさん、こんばんは。フランスは1週間くらいの予定なの。フランスに2日のイベントです。イベント2日間ですね。フランスのイベントに行くのは2日間。そうなの。
日本にいます、私。はい、できるだけ日本にいて、でお仕事があったら海外に行く感じではあります、今現状ではね。はい、なので一応本当にちょっぴりだけ海外に行く。マルスさん、お疲れ様です。大阪でイベやったらいけるよ。お、マジで？クリスマスイベントしたいね。したい、やりたい。クリスマスイベント、ディズニーで遊んでこないの？だってディズニーは行きたいですね、行きたい。でも、フランスっていうくくりで言うとどれぐらいいるかとかわかんないし、一回帰るかもしれんし、そう、どうやって行くかとか全く決めてないんで、うん、なんか、一回帰るかもしれないし、直接かもしれないからわかんないので、仕事は全然パリじゃないので、そう、なんかパリにもし仕事でね行ってたら、例えば東京に仕事に行ってたらさ、いや、じゃあ東京仕事終わってディズニー行って帰ってこようみたいなできるんですけど、パリとその私が行くモンペリエってとこが車で7時間ぐらい離れてるのね。なのでそこまで一回こう直接行くのか別の時に行くのかわかんない。うん、米打ちながら爪手入れしてたらどの指か忘れてました見たらわからんの？パリでバリバリ、パリバリ、パリでパリパリ、パリパリ、おかき食べる時な。土曜日ならいけるんや、トシ君。日曜じゃあかんの？大体私イベント日曜日だな。一回帰る、そんな近所に出かけるみたいで。そう、まだわかんないけど、モンペリエは多分、行きやすいのね。私が住んでるところから。結構。ワンちゃん車でも行ける距離なんですけども、でもパリへは行けないかな。そう、一回帰って飛行機で行く方が近いしなとか思ったりとか、でも電車で行くんかなとかまだ全く分かんないんだ、うん、でもお仕事は2日だけ、イベントは2日。そうなのや、日曜邪魔ダメなの？玉ねぎさんナイス、遅くなりましたからのだるまさん100個ナイス、ありがとうございます。日曜じゃ打ち上げできんじゃん、だって打ち上げして帰るから、一緒にご飯食べて帰ってもらうから。爪切りたくなってきた、爪切りましょう切りましょう爪、私爪長い？まだいい感じ。まさかのプライベートジェットで移動、そんなねリッチじゃないの私。なんか知らんけど私リッチやと思われてるんですけど、全然リッチじゃないんでどういうことって。イベントで一緒にご飯食べてで終わりやから、打ち上げとかもないんですよ。そう、土曜日に入ってもらって前打ち上げしてもらってどういうこと？やんちゃくれさ、フリ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 。そうなので、まだわかんないですけどね。でも私の願望ではクリスマスイベントはしたい。お、モリリンオフィサプライベートヘリやんなって。ヘリやばいっしょ、結構ヘリって結構しんどそうやんな、あれ怖いよね。こっちの打ち上げねやって、いや、みんなで一緒にしたらええね、私と打ち上げの概念一緒にしたらいいね。うん、なんで私抜きでやろうとしてる1時までやります、プライベートジェット、プライベートジェット。ヘリは高すいいんちゃうかな、トニー・スタークみたいなお金持ちでしょ。めっちゃ羨ましいわ、そんなお金持ちやったら。もう私18時間トランジット待ちしないわそこは現実やん、やってちゃうやん。一緒にご飯食べんねん、イベントでお酒飲んで、私も入れてそっか、この間の打ち上げのイベントはおらんかったもんな、として。10人で打ち上げピザパーしたもんね、一応打ち上げというのかしら。いろいろと参加できんでごめんねって。え、モリリン待ってるだよ、私はプライベートジェット乗る空港普通のとこ通らんでやって。まあプライベートジェットはねあれしないからね。 MCU 進みましたって。ミス・マーベルは終わりました。
弁当イベント打ち上げ打ち上げやって、トニー・スタークならプライベートジェットところか謝りだったのに、確かに確かにそれはそう。シンジさんはお休みの時間、クリスマスイブやるなら休み取っていくよ、大阪で遊んでくるわ、楽しみやろう、クリスマスイブ東京と大阪でやろう。いや勝手に言ってるけど、できんのか、スケジュール的にできんのか、私わからん、頑張ります。いい、ミズマーベル話せます、やっとやっと話せる。でまさかの 2days、 大阪東京 2days、 ゲストは誰かな、ゲストメインみたいになってるから、ぶっちゃけ今働いてる人どれだけおるかおる、んどれだけおるから言って終わりかもしれんけど、どういうこと、いっぱいおるってこと、働いてる人はあんまりおらんからってことかな、逆に。今日は実は私4時に起きて眠い、あ、動いてる人、働いてる人、大阪でもいい、大阪がいい、塚さんは福岡を追加公演で、福岡でね上映会とかしたいですよね、AI 市長、当時の知ってる人がおればなって感じで、真央ちゃん連れてきて、真央ちゃん、あ、でも結構いるよね、よしさんとかも来てくれるし、白玉さんも来てくれるし、知ってるんじゃない、確か九州、佐賀、福岡からは出れないみたび、あ、そうなの、出れないあれがあるんや、イベントやるの分からん、やりたい自分は3時半だった、そう3時半に起きたんですか、ケーキさん、それまだ起きてる時間やなもはや寝てない時間、いや今こうやってやった瞬間、あ、美容院いいかなって思った、プリンだね、プリン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 、西らしい、懐かしいって言ってる、懐かしい、結構だ、ど誰と仲良しやったのか分かんないけど同じねテンションでこうね喋れてるんかな、私わかんないあ、遠征してたから、なるほどななんでやろ、 Windows パソコン今更新し始めた、みちっちこんばんは、さっき配信見逃してやらかしてしまったら大丈夫です、あの Yes です、それそれ、どれどれ、九州より上は出れないんや、モリリン、お、0時頃まで見ていきます、あと10分、あと10分、あと10分、今のあれみたいじゃない、ミミ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 知ってる、ミミ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 、同じテンションで集まれたらなとか、そう同じテンションで、トシ君がこう声かけて来てくださいあのいろんな人声かけて来てほしい、ゆうさんこんばんは、明日の夜から、そう明日の夜からイベントスタートです、この時間です、23時15分から2時間配信します、よかったらお星様貯めといてもらってもよろしいですか、あの本当は18時から配信スタートなんやけど、配信時だね、イベントスタートなんですけど、ただでも18時からが私ちょっと無理なので、どうしても稽古してるので、そう無理やから、稽古終わって帰ってきたらやろうかなって思ってます、はい、私これは私は保存しなあかんねんけど、どうしようかな、一個一個していこう、もう星マックスです、早い、さすがもう今の時点でね
いけるかなって。いけるいける、としくん、としくんが集めてきて、でみんなで集まったら楽しい絶対。ゆうさんこんばんは。ブルータスの子もガチビチューなの。あ、そうなの。腹減ったでも合う、腹減ったってこと。クーマのブーやねんけど、今月19日に東京のアイドルが福岡あった来るから行ってくる、チケットも私。おお、なんていうアイドル知ってるかな私。みんな知ってるところ。3時半はしんどいよね。3時半はしんどい。この間かな、この間ポーランドで3時半のホテル集合やったんやったっけ、私確か3時半でホテルのロビー集合みたいなやった時はマジでもう無理やと思って寝やんかったから。ほんまに23時15分から2時間もやるな、途中まで2時間いっちゃいます。2時間？2時間？あ、ここか、 ここで2時間。一応2時間がマックスなので2時間やろうと思ってて、多分私死ぬけど稽古終わりでひょっとしたらなんか頭いっぱいいっぱいかもしれんけど。1時15分まで配信ですか、3週50カウントすればよかったですかねって。あ、全然明日からでもいいよ京平さん、全然明日からガチイベなので、そうそう、なので明日に合わせて今日はゆっくり休んでください。明日から1週間ガチイベで、そこはちょっと頑張っていただけたらなと思うんで、はい、今は今はというか今日は一回ちょっと休んでいただいて。毎日6時間配信やば、それはしんどいって。しんどいしんどいしんどかった。ヨーヨーヨーってアイドルグループだよ、皆さん知ってる？ヨーヨーヨーかわいい。オナジェフオナ、あーカホタルがいたアイドルだわ。あ、知ってるの元気さん。2時間は別に起きてられるんだけど朝起きれんのよ。あ、何時起きなん。シンジさんガチイベだガチイベだ。お天気リポーター、 お天気ナビゲーターを狙ってのイベント、目指してのイベントなので、よかったら応援してください、よろしくお願いします。久しぶりのガチイベ、聞いたことあった。ヤンチクルサファーラブアップナイス、ヨーヨーヨー、好みが振り付けしてる。あ、そうなんや、好みが私の友達が振り付けしてるって。カホタルは元 STU。 まあ仕事余裕あったらいろいろやってみる。おって、確かに任せた、俺とお前の約束だぜ。もっと STU のメンバー、あ、すごい、やっぱ同じこと言ってる玉ねぎさんと。すごいね、皆さんやっぱ知ってるもんなんだ。フルーツジッパーっていうグループに元 HKT の推しがおります。フルーツジッパー知ってる、フルーツジッパー、フルーツジッパーってどんな曲やったっけ。え、フルーツジッパーって有名なあれ。高木さん、おやすみ、ありがとうね。私のリマキカズシ、いかついメガネの男の子、のりまきカズシ、カズシさんがすごいな、キャッチフレーズ作ってる。ゼロイチファミリア系のアイドルは好みの振り付けが多いって。え、すごいね、ご存知なんですね、モニちゃん。え、フルーツジッパーってどんなんだったっけ。 TikTok で流行ってる、違うか。フルーツジッパーっていうのも好みちゃんが振り付けしてるアイドル。富安くんこんばんは。卒業後アイドルになってる子結構いるね。ね、卒業後アイドルになってるっていうか、アイドルに戻ってる、再びアイドルになってるっていうのかな。だって卒業後、卒業前もアイドルやからな、アイドルからのアイドル、すごいよね。隣でトシが興ざめとる、どうした。なんで興ざめてんの。私の一番可愛い、あ、やっぱそれですよね、京平さん知ってる知ってる、私も踊ったよ。え、元 HKT の子がいるんですか、あそこに。知らなかった、どの子やろ、何色の子やろ。み、知ってるで、見たことあるもん、TikTok で踊ったもん。こんなんこんなん、STU の
スティーズって握手してますから。玉ねぎさんすごいからな、半端ないからな。三重県出身、ショールーマ、ショールーマっていうの、何巻かずしてあられちゃんの歌で、かずしさん知らない。だってそのカフェの元推しが01ライドルになって好みに振り付けしてもらってる。へえ、じゃあめっちゃつながりがある。好みちゃん、君父やネミ卒業しても俺の中では永遠のアイドルです。だってでへ、全然私でもアイドル感ないと思うよね、私卒業してから。君父のパイセンの夏美にリオのアイドルになってるからなって。確かにね、アイドルに戻ってる、赤色担当。へえ、そうなんや、もう今度調べとこうと。すごいね、うん、コンカフェジョもしてる夏美さん。そうなんや、すごい。あのゲアイドルなのは知ってて、あの虹色あれで、あの平松かな子さんと一緒にやってたのを知ってて、平松かな子さんと舞台一緒にやらせてもらったからさ。うどんさんすごいよね、レナピョンさんも、玉ねぎさんハート100個ナイス、ありがとうございます。ナイス、やだやだ。隣でうまそうなもん食べようとしてる兄貴に一言言ったって。何食べようとしてるかだけ一回聞いていい、一回聞いていい、何食べようとしてる、その何かによってちょっと一言言わせていただこう。48オールスターでしたね。だってね、そのね、出させていただいた舞台はティアムーン帝国物語っていうんですけど、そう、48が3人、元 NMB、 元 HKT、 元 SKE で出てたので、多分ホテイト好きな方はすごい楽しんでもらえたんじゃないかな。ファンシー見るたびに、台湾行ってるといろいろあるのもいいけど名前とかは全く覚えられない。鈴懸とアモクロのイメージが強くて、それを覚えてくれてるの嬉しい。でも京平さん、カズシの頭の中で1億分の小説で流れまくって、1億分の1の小説で流れまくってます。その1億分の1の小説流れまくってながら今何食べようとしてるん。いい舞台でしたね、見に来てくれて嬉しかったな。黙り込んで携帯見てるだけなんだけど、だって音楽が頭の中で流れてるらしい。ウーバーやろ、ウーバーやろ。今日のスタバは何頼んだんですか。今日も行ってきました。なんで知ってるんですか、なんで知ってるんですか。今日はアーモンドミルクラテを頼みました。美味しかったです。飲んだ時、口に含んだ瞬間はアーモンドミルクラテは、うん、最初はお湯を感じたの私は、けど飲み込んでこう舌をんってした瞬間にふわってアーモンドになるの、めっちゃ美味しかった。叫び叫び、青髪のやみつの飲む自身が素敵なんです。そう、青髪だったから。黒味噌ラーメン、カップ麺ですか。気になってたアイドルグループだったからやっと会える、嬉しいね。それはね、日がかかりました。本当だ、日がかかりました、やっと。アーモンドクロワッサン企画の時に天才かって、え、天かかってる。あ、アーモンドやからってことか。アーモンドクロワッサン企画で見に行ってる。え、ミルクティーキャラメルサンドとは、絶対美味しいに決まってるやん。どういうこと、絶対美味しいやん。どんなんこれさ、保存できやんねん、なんでやねん、保存できひん、困った。やだな、携帯でやるしかないんか、音だけ。嬉しいんだけど、やったやったやった。ねんまいしんじさん、しんじさん明日何時起き。アモンドクラさん計画本当にいい曲、本当にいい曲。それでなんか自慢してくるし、いいやろって、秘密に秘密にしてたことが何秘密にしてたん。あ、としくん、かずさん、かずしさんと一緒に来たらいいよ、イベント。としくんはうてくされたのでね、マフ、嘘だ、
かずしさんが今秘密にしてること言うから聞いとこう。ふかお姉さんラジオ始まった。お、ラジオラジオ。今のはあれや、バニラバニラ高収入や今のは。ミスった。おやすちダメだよ、姉ちゃん。明日は在宅最高。在宅の良さ。高収入あれめっちゃ耳に残りません？バニラバニラ高収入めっちゃ耳に残る。あれ月曜になったけど M 父の配信見れたのでいい気分で寝れそうです。おやすみなさい。お、よかった。おやすみ。いい夢見てね。高収入みんな笑ってる。え、秘密にしてたことないらしいですよって。おいおい、嘘ついたか。おいおい、何してんだ。カズさんと、カズさんと一緒にイベント来てよ。私さ、まあイベントまだないけど。そう、でも前向きから聞くと思わなかったけど、結構ね、たまに私口ずさんじゃん。ミーティング中に寝てた。やばいやばい。唯一に変遷しとったことを何を言えばいいって。うお、ダメじゃん、ちょっと、カズさん。計画不足。ウーカにも会いたいって。あ、ちょっとそこはエミチにも会いたいって言ってよ。ウーカにも会ってほしいけど。俺の睡眠時間よ。何時？何時間？バニラが頭から離れなくなりました。そう、人間の頭ってちょろいもので本当にすぐにもう持っていかれるんですよね。本当に私も今頭の中でバニラバニラ高収入ずっと歌ってる。絶対めちのことが好きでしたって。和志さん知ってる。4時間、今日4時間聞いて。私は3時間。パッパラーン。まあいつも8時間寝るんですけど、最近でも8時間寝れてない。体の調子が悪いです。睡眠不足で体の調子が悪いです。ローとローとロー、それ知らへん。握手会の復活もだかなってね。大阪も走ってるんですねって。いや多分東京で聞いたんじゃないっけ。どうやったっけ。大阪も走ってるのかな。何やったかな、もうちょっとあったよな、分からへん。なんかあった気がしていいけどな。あー忘れた。大阪隣で棒読みようだ。ちょっとカズシさん、定期的にコメントしようか。バニラバニラバニラ高収入っていらん。ヨイチのソロ曲バニラバニラ高収入。ソロ曲じゃないよ、カバーになっちゃうから今歌ったら。タカタン、エミチ、エミチーズ5人になります。イエーイ。カシムチミツトさんファンデバップナイス、ありがとうございます。ロート製薬のせいな。え、分からへん今。ロートロートロート、分からへん。どんなんやろ、聞いたら分かるんかな。大阪で、あ、大阪でも走ってるって。エミチブクもっと別に会いたい、そしてありがとうって言いたい。僕らは待ってるよ。お名前呼ばれるたびにえって聞いてもないよ。おお、ちょっとパンチしといて。いらん。そう、素直に素直に言っちゃうんで。スペインでカバーする。スペイン語で、スペイン語でカバーしたらちょっとかっこよくなるかもしれない。なんかね、新しい感じになるかもしれない。今私はあれ、ローとろ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 制約、違うな、分からん。 YouTube にある。 YouTube なんでもあるもん。ないもんないよ。無理ダメだって。なんでナンバーある時代走ってる。大阪でも走ってるらしい。コントラさん、私もあんま気にしなかった。汗のりしてる。 OK。 おやすみ、おやすみ、いってらっしゃい。スマスマの提供の時に流れた。バニラに聞いてる？え、似てる？全然違う。梅田で見た気する。あれは梅田といえば、ダチャチャラナナ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 ナ
梅田のヨドバシカメラ、武田何どれ、なんか分かってない、ヨドバシカメラです。あとは梅田、あれ梅田のヨドバシカメラやけどさ、東京行ったらあそこ地名変わるんですよね。それがもうなんかゾーゾーってしちゃう。梅田やろって、梅田で座ってるから、ビークビークビークビーカメラですか、待ってるモリリン梅田やか、梅ちゃんじゃない。あとはどん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 きドンキーホーテーがやっぱり耳から離れないよね。あれドンキーホーテの歌、新宿西口駅の前の、え、すごい、カメラはヨドバシカメラ、え、そうなんや、すげえ、そうやな、だって大阪は梅田のヨドバシカメラやけど、新宿字余りやもんね、新宿のヨドバシカメラになるもんね。ドンキホーテの曲、本家が歌ってる動画 YouTube にある、そうなんや、 YouTube はもう何でもあるのよ。タンタンカメラのなーにーは白熊さんのつくとこが結構渋いよな。丸い緑の山の線、真ん中通るは中央線、あ、ちょっとね、東京のそれちょっと分かんないかもしれない。博多はどんなかし、博多のヨドバシかな、いや懐かしいなって。あとね、ヨドバシカメラとドンキホーテはまあ王道やと思うんですよ。あ、秋葉はまあ梅田とボロは一緒やもんね。ね、ちょっとコアなとこ行くならキティちゃんポップコーン、キティちゃんポップコーンわかる皆さん、キティちゃんポップコーン、ハローキティこんにちは、キティはみんなの人気者ってやつ、なんちゃらかちゃらなな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 、犬なんじゃれ一緒なら、そう、できたてのポップコーンはいかがっていうやつゲーセンとか、あとあのハロー、え、ちゃわキティちゃん、サンリオのお店の前で置いてたりとか、女の子とか私たちの世代、ゆうやくんとかかな、女の子か私たちの世代が分かるんかな、ヘップファイブとか行ったら流れてるように、多分ね、歩いてたらちゃうかな。え、めいっ子2人が3人目に妊娠した、お、何歳、すごいすごい白熊さんどれ分からんって元気さん、え、分かってくれる人でもいて嬉しい。キチのポップコーン聞いたことある、やんちゃくれさんワンレベルアップナイス、ありがとうございます。テニスの家のマクドの横にあるで、そう、そうやね、急に喋んねん、できたけのポップコーンはいかが、そう、すぐに急に言ってシーンってしてるのに、いきなりハローキティこんにちはって言って歌い出す。キティちゃん喋っちゃダメな、キティちゃんも喋らせてあげて、そう、あれはすごい好きずっと頭に残ってる。別に練習したわけじゃないのに歌えるもんね、そこ、え、そう、急に来るのよ。26歳と22歳のメイク、うわ、カズシさん何歳センサーついてんのかな、あれ、やっぱり急に喋り出す。でもあれ美味しいんよ、確か、ちっちゃい時に食べたけど美味しかった。ポップコーンって美味しいよね、大好き、ポップコーン大好き。お家にポップコーン作るやつあるもん、あのレンジでチンと、あのコンロでパンパンのやつ白熊さんのなコメントがね渋いのよ。お母
かんないよ。つないよ。でもそれぐらいかな。わいわいの23歳きりってか年齢知っとるやろ。年齢分からん。何歳？言ったことある？忘れた、みか。忘れたか。だって彼氏さん全然会いに来てくれてないからな。アルミホイルのやつ、アルミホイルのやつもあるし、なんか電子レンジに普通にピッと押してピッピッピッポッポンってやったらパパパンってやるやつと古すぎるみたい。ちょっとジェネレーションギャップかな。そう、ポッポポンです。よくお家でも作るの。絶対センサーあるで。ああるんや。今度のポップコーン感動する反面怖くないですか？うん、わかります、わかります。怖い。ちょっといつもだから電子レンジなんですけど、この間コンロのやつを一回買いまして、まだ作ってない。うちの女子高生がしてたの見てお腹空いてやなと思った。女子高生はあれ絶対可愛いからやってるはありますよ。ワンちゃん可愛いからやりたいみたいな。キティちゃんの袋を持ってる、そっからポップコーンを食べてる私インスタに載せたいみたいなのはあると思う。急にキティちゃんが歌い出してびっくりして泣き出したかさ。それはやばい。だってムーエムチ好きすぎて話したくなくなるやん。やってぽくないよ、カズさんぽくないよ。着ぐるみショーのキティちゃんは喋ってダメだ。あ、そりゃね、着ぐるみショーは多分どこも喋っちゃダメなのよ。多分喋ってくれる着ぐるみもあるけどね、中にはね。ウクラジオ歯流れてるって、懐かしいな。みんなのコメントがいろいろと懐かしい。歯、あ、そうよ、私忘れてた。今日は私ワンデーコンタクトレンズです。あ、今日はねサングラス買いました。近鉄アート館で買いました。ウーカの舞台を見に行った後にスタバでアーモンドラテ買って、でメガネ見つけてさ、お、かわいいやんみたいなのがあって、本当はなんか1,2,3 ぐらい折れる、こうなるさ、こうなるさサングラスがあってんやんか。それめっちゃ欲しかったんやけど、いいやつなくって。でもう一回歩いてたらまたメガネ屋さんあってさ、うわ運命じゃないと思って、マグネットで、メガネにマグネットカチャってつけたらサングラスなるやつ、あれがずっと欲しかったんで。で私スペインに使ってるやつがもうボロボロやから、新しいの欲しいなと思ってたんで買っちゃった、買っちゃった。ソフトコンタクトグミ説わかる。でもあれ水分なかったらガラスになるよ、パリパリになる。あ、今日メガネ買った、白玉さん。おそろー、歯の MBC 翌の日の昼過ぎまで難波におった。すごい。お高いんでしょ。お高い、お高かった。1万2000円ぐらい払いました。そうそう、カチッとつけるやつで、普通のメガネはブルーライトカットで、でこうカチッてつけたらサングラスになるの。うわ、下にあるわ、見せようと思ったらな、1階にある。えみち、また少し席を外します。了解、元気さん、いってらっしゃい。えみちのストーリー見てうかやーってなった。元気そうでよかったってなった。元気だったよ、うか頑張ってた。っていうか見に行ったらすごかった。うかファンめっちゃおった。メガネコンタクトしたことない。メインや、いいな、羨ましい。私のメガネもマグネットで変更ガラスになるやつです。お、マグネットいいですよね、あれやっぱね。いつも夜まで行ってるのに早めに帰ってもとか、夜まで行ったら休みだからに、くっさー、だから覚えてるんや。こんな経っても来週受け取りなので次のお話からちょっと違うかもしれない。おー、見せてもらおうと。じゃあワクワクドキドキやな。私次の配信でじゃあ見せようかな、メガネ覚えてたら。カバンに入れっぱなしやったらあれやけど、あ、ジーンズなんや。私は違うやつ、あ、ブランドも忘れてた名前。
いや、ザクラさんが後悔してる。またね、楽しみやな、お話し会も。オンラインイベントもしようね、みんな。あ、マジで舞台初めて見て舞台にハマったって。うそー、ゆうやくんハマった舞台に。外箱町さんの舞台で、あ、私が出た舞台ではハマらんかったな。ちょっとそれは悲しいけども、すごい良かったね。歴史とか好きやったら余計にやっぱいいんやろうな。ダンスが上手いからさ、あの盾もめっちゃかっこよかった。私が昔前に共演したことある方と今回共演してはったから、あのうかがさ、それもすごい熱々やって、私の中で。ありがとうリリ、またね。ありがとうございます。あ、ビビさんレベルアップナイス、ありがとうございます。見に行けてたらハマったと思う。次回はぜひ来れますように。いつから東京行っちゃうやったっけ。なんか声がなんかやばい、モンスターみたいな声になった今一瞬。いつから東京行っちゃうんやったっけ。未知の舞台は、あー、しほさん出てたやつ以外、あれは天脇かな、天脇かな、天脇もめっちゃ良かったけど、天脇は号泣。そっか、真央さん、じゃブラックスミスとか見てないや、真央さん、私のタバコ吸ってるやつ。おかえり、ただいま、こそりさん。もう一度エメラルダ見たいって。エメラルダね、かわいい、かわいいやつ。めっちゃもうほんまにアイドル卒業してからあんなにブリッコしたことないぐらいブリッコしたとかやって、とかやってめっちゃブリッコした。仮眠から起きた。お、インケさん寝れた、おはよう。今月末か、10月1日、10月1週目。わあ、もうすぐだね。じゃあね、緊張やね。お話し会あんのって。お、今月もあります。でもまだ発表はされてませんが、先月ギリギリで皆さんが売り切れにしてくださったので、今月もあるはずです。だいたい1ヶ月の終わりぐらい、後半ぐらいにあるよね。ビビちゃんかわいい、見たい。テレビないの、この部屋に。各ファンレメアップナイス。クソメガネって書いてる塚さん、クソメガネもよかった。キャラがいたのよ、そういうキャラが。皆さん、タバコ吸ってる姿はツイッターで見たような気がする。そう、タバコ吸ってやってた。本当にこうかっこいい役をしました。本当に口悪い女の役をしましたね。その時に出てた方が今回のそのウーカと共演してるんですよ。そうで、2人を見に行きましたねって感じ。もう私の中ですごい、2人が絡んでるなんてみたいな。だから皆さん、ちょっと違うけど、こう思ってもらったら、高校の同級生と中学校の同級生が大学で友達になってたみたいな感じ。ちょっとちゃうかもしれんけど、そういうサプライズ感。すごい、そこが喋ってるんやみたいな。わかりやすくない。ちなみにダンスのところと舞台で団子屋で働いてた。あー、そうなんや。マリナちゃんって呼びますか、ちっちゃい子。クソメガネも反映した。ビーシャップさん、こんばんは。悪い女の役の絵道見たかったなって。もうね、すごい自分でも新しくて楽しかった。私かっこいい女の人好きで、結構中性的な女の人がすごい好きなんですけど、そういう役をしたいなって思ってます。何の話、面接。それに近い感じですごい楽しかった。マナちゃんって思うんや。もうラストナイト、そうなんや、知らなかった。すごい、そこ知り合い、いつからどういう関係で寝る。そうヤンキー系、ヤンキー系。お通し
コンカフェ嬢がアイドル活動で好みつながったのは、あーそれはすごいよね、こうつながるの。こうちゃんお疲れ様です、お疲れ様です。面接やった面接やった。でもかっこいい系の役がしたいなって、なんかなんやろ、無口でこうあんまり笑わない感じので、めちゃくちゃアクションするみたいな、そういう感じの人したい。もっと髪の毛全然切るんでみたいな感じ、かっこいい系の人をしたいな。大好きでそういう感じが。でその私がタバコ吸ってた役はめちゃくちゃロン毛やったけど、でも口悪くてなんか本当に黙れみたいな何かすぐ怒ってた、殺すぞとか言ってた、ね、なんか気抜いたら舌巻いちゃうみたいな私生活もちょっと口悪くなった。ちなみに4期生の最終オーディションまで残ってて、アンチと同じ高校で同じクラスの子です。あ、じゃあ分かったかもしれない。今日喋ったちょっとだけ、4期生受けててんでっていうのを聞いてでちょっと喋った。上から読んでも下から読んでも神枝恵美か英美か英美かっていうのをやってくれたえすごいですね、そこまで知ってるのだいぶすごいとかって。高弘くんこんばんは。あー上から読んだらごめんなさい、レベルアップナイス、恵美チーズになった、イエーイありがとうやったやった、6ヶ月連続だってすごい、ありがとうございます。本当にオンドリア的な、オンドリア的な、でもめっちゃ熱い役だったなと思いますね。思い返すだけでもなんかはいい役いただいたなって思う。映像化してないのがあれやからな、残念マジでエネミオタクやからなやって、そうなんやエンチカルさんセミコースコンプリートありがとうございます。こんばんは、しげじいさん、こんばんは。こんばんは。しげじいさん。このさ、平成って持ってるアイコン結構皆さん多いんですけど、令和もあるんですか？どうなる？うと思いました。うん。令和もあるんかな？鼻でリコーダー吹くことはそうなんや、いろんな子がいるんだ。よいしょに。でもすごい楽しかったです、本当に。今日の一日なんかね、朝早起きしたんやけど、ほんまに昨日、おとついからかな、ユニバのワンピースプレミアムショー見て、ほんでその後にジュラシックワールド映画見に行って、次の日にワンピースレッド見て、で今日外箱町さんの舞台見たので、なんかエンターテインメントにすごい揉まれてて、あいいなって。最近ずっと自分の仕事ばっかりこんな感じだったからさ、久しぶりに、まあやらなあかんことあってお仕事もしたりとかはしてるけど、でもその中で自由な時間をちょっと使えた感じで、やっぱいいなってなった この時間からコーラ飲むか、いっそレモンサワー開けちゃうか悩んでます。おお、なるほどね、コーラとレモンサワー混ぜちゃおう混ぜちゃおう。アップアップガールズの子かなって、あすごいご存知、映画はしょりすぎやった。え、漫画の方が濃い、アニメの方が濃い、アニメと漫画か。梶島彩、すごい名前、
ジュラシックワールドだった。あれはイナゴのことしか覚えてない。イナゴやばいっすよね。でもあの一から見てるからさ、あ、うわこの人とこの人とこの人が出てきて、うわこの人も出てきてみたいな。それが良かった。T レックス恋しいけど。T レックスってなったけど。あってた。やんちくるさん混ぜちゃおう。コーラと混ぜちゃおう。あのね、ね、ローソンかな、あれはローソンのあの氷の氷系が売ってる、こういうのじゃなくてこっち系のあの冷凍庫の上の方に、まあ、上の方かどうかは分からんか、場所によるかもしらんな、そこにレモンサワーの素っていう氷が売ってて、言うたらかき氷なんやけど、そうでもアルコールが入ってるの。レモンサワーをすごい凍らしたやつで、ちゃんとめっちゃレモンなのね。それをこうそれ使ってレモンサワーにしてくださいみたいなやつやねんけど、それをこの間ビールと混ぜて飲んでめっちゃ美味しかった。おすすめ。アイスみたいにそのまま食べてもいいらしい。アルコール入ってるけどめっちゃいいやんと思って、もっと買おう。アラバスタ編好きだから見ちゃう。やっぱアラバスタ編みんな好きよね。スモーカー私好きなのよ、多分タバコ吸ってるキャラ好きなんよね。ワンピースかっこいいよね。あれの同僚もイナコ出しすぎって文句言ってて低評価。でもあのイナゴ見てなんか現実世界とちょっとだけ重なって、最近バッタ問題やっぱ最近多いじゃないですか、見てうわーと思って。美味しそう、美味しそう、美味しそう、うん、美味しかったです。ぜひ買ってみてください。あのローソンやと思う、ローソンの冷凍のコーナー。サンジ、そうサンジも知って、でもサンジは単純にキャラクターも好きだし、たたずまいがかっこいいよね、うん、あと手を使わずに足で攻撃するのがすごいのな、私もすごいなと思って。ゾロもねかっこいいんですよ、もちろんかっこいいんやけど、みんな好きよ、もちろん全員好きやんねんけど、でも選ぶならサンチかな。アンカルになりたいって私トトロ、隣のトトロを見てた時に、ちっちゃい時にどうしても猫バスに乗りたかったから、同じ気持ちかな。レモンサワーをコーラで割ったらただ薄まることに気づきました。危ない違うねん、違うねん、違うんですよ、違うんですよ。タラマキさん、あの何がメインかですね、酔っ払いたかったらレモンサワーだけかもしれない、ひょっとしたら。けどこんな時間からコーラを飲もうか、レモンサコーラを飲もうかと思ってますって。でひょっとしたらワンちゃんもレモンサワー飲んじゃおうかなって思ってますっていうことだったので、私的にあんまりこうアルコールを入れない方がいいのかなと思ったんですね。で両方楽しむためにはやっぱりコーラってレモンコーラっていうのがあるじゃないですか、レモンの味をするコーラ、コーラにむしろレモン入れちゃうみたいなね、あるじゃないですか。だからコーラをレモンサワーで割った場合レモンコーラにアルコールが含まれてるってことなんですよもしそこで酔っ払いたかったらぜひなんかラム酒じゃないな、なんかそういうリキュール的なものを入れていただけたらいいのかな、蒸留酒的なものを、ラムかな、ラムを入れていただいたらいいのかな。まもなくエンディング、お早いな。でも現実世界ではタバコ吸ってるシェフは嫌やってでもめっちゃ美味しいねんで、タバコ吸ってるかもしれんけどめっちゃ美味しいねんで、タバコ吸わずに普通に美味しいシェフか、タバコ吸っててめっちゃ美味しいシェフやったら3時のやつ食べたいかもでかばすってめっちゃ怖いやん、化け物やん、化け猫やんやってそっか、そう考えたらそうか。ジブリ美術館、ふわふわでした。真央さん、カルピスの原液買ったから三ツ矢サイダーで割ってみて、美味しそう、美味しそう。
カルピスの原液牛乳で割るのも美味しいよ。エミジがそんな言ってくれるんだろう。あ、でも全然もう酔っ払いたい場合はコーラなしでコーラなしでよいしょ。ルカさんこんな時間だ、だってこんな時間だ、あと30分。あきのり、あきなりやさフォローナイスです、ありがとうございます。タバコ吸わないでめっちゃ美味しいシェフでお願いします。ちょっと書いてもらおう。まあ、ビジュアルよね多分ね、やっぱ漫画の世界からね、かっこいいもん本当に。ずかさん寝ちゃう、寝ちゃう、ずかさんもう寝る、おやすみ、おやすみ。タマネギさん集めてきます。お、いってらっしゃい。いやこれはもうずっともう最名シーンやからな牛乳とサイダーは無理やな私多分、うん、シュワシュワしてる牛乳はちょっと無理かも。でかいバス、猫バスって言っても室内に置けるレベルやけど、あ、座り心地はふわふわって、あの猫バスをヨギボーのあれで作ったらめっちゃいいと思うねんな私。ヨギボーで猫バス作ってほしいかも。二次元の中を猫バス、足めっちゃある、だって走ってもらうためにねめっちゃあるのね、ジューってこうパーって走るから。私ちゃんの曲映画館で聴きたいなって。もう一回、あれもうすごかった、コンサートって感じだった。本当にヨギボーみたいなアクセントアクセント違うの。江戸時代はカゴに化けてたって設定らしい。そういう設定があるんや。私ジブリさ正直さあんま知らないんですよね、あんま詳しくなくてあんま見てこなかった正直。ちっちゃい時クレヨンしんちゃんばっか見てた本格です。コーラもレモンサワーも薄まりました、だって。うさ、まあ、美味しくないですか、絶対美味しいのに、絶対美味しいのに。トラマキさんがちょっとだけどっちか多めに、もうこれは多分あれかな、最終的に両方飲むことになる、ひょっとして2本飲むことになる。戻ったよ、おかえり元気さん。主題歌は川島愛ちゃんだったのか知らなかった。私映画見てないかも、アラバスターでしょ、なんかそういう再放送みたいなの見たかもしれんけど、漫画ばっかやからな。たこ焼きちゃんこんばんは、かまわん、おまん。いやーよかった、ほんとワンピース、うんね。でもさほんまによかった、今ささっきもテレビ見てたらさ映画のニュースみたいなやってあって、でどれぐらいお金、何億何円、何億がなんちゃらかんちゃらでみたいなとか、7曲の曲がどうのこうのでこういうシーンはどういう感じでみたいなのこうドキュメンタリーじゃないけどちょっとなんかインタビューみたいにしてこうやってて、昨日見ててよかったみたいな、ネタバレに近づいちゃうと思ってリアルなことになってますごめんなさいごめんなさい、両方伸ばしちゃった。今日もとても綺麗なのでいい夢見れそうでしたって、お、そういうこと言ってくれて嬉しいです。明日からお天気ナビゲーターのイベントが始まるので頑張ります。明日から1位目指して頑張ります。いや頑張りたい、頑張りたい所存です。気象予報士の資格チャレンジとか、え、資格の勉強するってこと、そんな簡単にできるの ?1 週間で。寝てた、おはよう、おはよう、いい目見れましたかお天気お姉さんナビゲーターどういうことすんのやろ、1週間無理やろ、いや無理だと思う、私も多分無理です。朗読劇のお稽古もあるしな皆様朗読劇よかったら来てくださいねお天気お姉さんになってその後資格持ってたらできるよねって、そんなトントン拍子にいっか
やばいやったけし、あ、そうですね、メカミヤクさんはアナウンサーしてありますよね。うわ、チョッパー編とか録画よくしてる、チョッパー編とか出るやるの、チョッパー編最高、本当に。天気お姉さん、これ昨日からずっと言ってる。どうやったら美味しく飲めるか、道の報告しようとしてハイペース飲んでます、危ない。え、結構弱めですか、ドラマキさん。朝大きくなったらクレハになろう。え、こっそりさんがクレハになるの、まだ大きくなるの。今もアナウンサーしてません、実技ドクターさん、ちょっとちゃう。エピソードオブチョッパープラスって何、プラスって何、え、気になるって気になってる。大津放送局、え、でもじゃなくて何の放送局かちょっと分かんないですけど、今もアナウンサーさんですよね。え、違う、多分、え、違う、インスタ私フォローしてるの、あれやってますよね、ですよね、絶対泣くやつやん、絶対泣くやつ、絶対泣くやつ。プラスって何、いつやるの、いつやるの。もうほんまにワンピースは最高、最高。今でしょ、今やるの、なおでやってんの、知らんのかい、え、調べよう、エピソードオブチョッパープラス。あ、ゆみちよりお酒弱いと思いますって、多分私強いんですよ、はい、とっても結構強くて、エピソードオブチョッパー、すぐ出てきちゃう、プラス冬に咲く、これプライムで見れるんだ、プライムで見るんじゃないんだ、テレビでいつやるのを言うて、え、ちょ、分からん、ワインが水代わりやもんな。そうそうそう、ですよね、ヤンチョクルさん、うん、結構強いの。まあでも水好きやから水めっちゃ飲むけど、お酒はね、なんか飲まなかったら無理みたいな人じゃなくて、全然飲まんくても生きてはいけるんやけど、飲め言われたら飲めるみたいな感じかな。ワインが水が匂い、嘘やで、嘘やで、タラマキさん、嘘やで。けど、あの、自分の中でうわすげえなって思ったのは、スペインでいつやっけな、ちょっといつか覚えてないねんけど、日本人のお友達と3人ご飯食べてて、で店員さんも日本人で4人やねんけど、飲み始めて、でも私と1人のしか飲んでない、2人しか飲んでなかった最初、店員さんは働いてるし、もう1人の人は飲めへんくって、その時で2人で飲んでて、で気づいたら5本ぐらい空いてた、ワイン全然、でも記憶とかもあるし、なんか戻したりみたいなとこもないし、普通にそのまま電車乗って家帰った。YouTube あとどれくらい見よう、見よう、どれくらいか見よう、え、ここ見れるかな、パソコンじゃないと見えへんかな、 YouTube スタジオアプリちょっと見るね。誰で予報って毎晩してるもん、してへんわ、もう一週完了、ナイス、ありがとう。5本ぐらい飲んでた、多分2人で4本ぐらいなんかな、飲んでて4本か5本か、うん、なんかめっちゃ飲んでた、気づいたら写真撮ってていいけど、あれ4本めっちゃ飲んでますねって言って、そうなんですよ。でも別になんか
失敗とかじゃないから全然。え、ビンクスの酒飲んでみたいですね。ビンクスの酒、いい曲。え、あ、違う、びっくりした、全期間やこれ、365日。お、めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてます。日本酒ストレートで2日はしてから、それから日本酒を飲む。あ、そうなんや。あのね、品川に日本酒飲み放題のお店があるんですよ。そこで3人ぐらいで飲んでたことがあって、2人はなんかベロベロになっちゃって、私1人元気やった。種類めっちゃ多い、全都道府県ぐらい飲めるし、それ以外でも単品でも頼める、めっちゃいい。あの、今 YouTube 見たんですけど、今総再生時間が3175.3 時間です。多分ずかさんめっちゃ貢献してくれてるよ、すごい。 7.8 時間流しっぱなし、あのめっちゃこれ伸びてってる。そう、エミチ強いんです。そう、最近おもろい動画上げてるって。ここ最近バタバタしてたんで、めちゃくちゃ新しいのはないけど、何週間か前にちょっとずつ上げてる感じではある。おすすめあった？ずかさん、どういうのが好き？ネギとか食べ歩きぐらいから見て、あ、じゃあ上げてる。香り出ないから強く見えるんですが、人並みなんです。あ、そうなんだ。でもね、嬉しい、いいと思います。コスパいい。私コスパ悪いから、飲んでもなんか、あ、ちょっとなんかティプシーみたいな感じになってきたとしても、気づいたらすぐ元に戻るから、そう、なんて言ったらやろ、やってきたなーみたいな、で多分こうなっていくはずやねんけど、やってきたなーって言って、すぐにこう戻んねん、冷めんねん、すぐに。そう、だから、酔っても別に、なんやろ、やばくはならんって感じ。規定の時間まであと、825時間ぐらい。めっちゃ減ってる。すごいです。すごい。すごいです。825時間ぐらい。すごいね。皆様よかったら YouTube いっぱい見てください。よろしくお願いします。もうちょっと。え、ね、減ったよね。すごいね。プヨヨンさん、フォローありがとうございます。ナイスです。トシーベビースターマーさん、こんばんは。ステップアップならぬステップダウン。コスパ悪い。そう、コスパ悪いんですよ、本当に。だからなんかカルピスチューハイとかで酔えるのめっちゃ羨ましい、本当に。ポンとかで酔えへんから、絶対に顔にも出ないし。あ、玉ねぎさんも強いんですね。自動再生して仕事いい、なんやろ、欲しい、いいやつ、自動再生大丈夫、自動再生してね。あ、仕事に行けば、お願いします。これ時間なんで、そう、回数じゃないので、自動でこうバーって何回も見てくれたらめっちゃいい。え、24時間流しっぱで、ビビさんもめちゃくちゃ貢献してくださってる、それは本当にありがとうございます。もうちょっとで収益化したい。仕事に行き、あ、ちょっと読んだ、825時間。そう、もうちょい2000とか言ってたのに、すごくない？YouTube 日本人向けの回も見たいですねって。あ、ぜひ。あのね、たまにやってるんですね、実は。最近究極の2択とか、あれ全部日本語なんですよ、実は。そう、ちょこちょこ日本語バージョンも上げてて、あとね実は何個かアップじゃないな、取りだめはしてるのはあるんですけど、あるんやけど、何したかな、モーニングルーティーンはまだ、あ、もう撮ったけど、あれはスペイン語でやるかな。けど、
Get Ready With Me は全部日本語の予定とか、もうちょっと待っててくださいね。ダークポートの時いつも飲んでてすみませんって。そういつも飲んでるの白玉さん。この間画面にいなかった。オンライン飲み会ってことで、オンライン飲み会したいのね。一回したんですよ。まだ見てないやつたくさんある。見てみて。何ですって。見てみて。ログインせずにか再生してもカウントされます。ただでもずっとしてたら、自分のおすすめの動画とか関連動画に飛んでいって、気づいたら私のチャンネルじゃなくなってたりはする。アモングアスの、友達と、アメリカ人の友達たちと一緒にやってる1時間ぐらいのライブをそのまま載せてるので、それを流してくれてたら確実ではあるんですけど。 TikTok のスペイン語のやつを日本語で解説する動画とかどうかな。で、あのね、スペイン語のやつをね、日本語で解説めっちゃ難しいんですよね。多分無理やと思う。私が字幕で書いてるのがあれが一番最高。言うたら、漫才師が漫才のボケを全部説明してるみたいな感じになっちゃう。全然思んないみたいな。エミスの毎日見てるんですけど、キスチャラ3期生を見てるで飛んでいってしまう。笑ってる。最初の1分ぐらい見ていいねして閉じてた。見て、全部見て。いいねが、あれはね、いいねがいいんじゃないからね。そう、問題はそうなんですよ。インスタとかツイッターはいいねが大事なんですけど、 YouTube とか TikTok って再生時間なんですよね。そうだから、見てもらわないといけんくって、見てもらえるようなね、面白い動画を撮るのが一番いいんですけど、違う動画流れてきてどれってなる時があるから。あと13分、ありがとう白玉さん、ごめんねってどういう、あー、言われてたんか。いろいろやった時、アモングアス2時間半あったってか、1時間乗ってた。めっちゃやってる。めっちゃやってました。そう、再生時間なの。エミチの日本語訳関西弁で送る。そう、関西弁で頑張って訳してます。アハマッこんばんは。アハマットさん、 TikTok ダウンロードして。 TikTok がマジで一番バズってるので、まあ、日本人向けではないんですけど、まあ、日本語字幕もつけてるので日本人にも見ていただけたらいいなっていうのは本望なんですけども、私のフォロワーさんはほぼほぼスペイン語圏の方で、もうちょいで53万人いきそう。再生された回数より再生された時間が重要なんですよ。ごめんねってやられた時の面白かった。そこだけ切り取って。のぶしろさん、こんばんは。寝てる時に泣こうとすると思ったら YouTube の床の声。そんなことあるんや。一緒に寝てくれてんの。そうなのよね、返信したいのよね、 YouTube のコメントね。そう、返信しないと思ってね、 TikTok ばっか言ってしまっている。私は最近ごめんね、やるね。やってたんやけどな、最初は。そう、頑張ります。編集も頑張って、そう、もうちょっと、メキシコで大人気で、そんな大人気ってわけではない。100万人目指してます。100万人まで行ったらちょっと調子乗るな。それまではもう調子乗りません。 TikTok のアプリにいろんな情報を抜き取るバックドアがあったな、それ認めてたしって。忙しきことはありがたいですねって。忙しくしてます、わざと。仕事をするだけではなく、仕事につながる何かみたいなのかとかをこう必死に私はかき集めたりとかするので、なんか普通のタレントさんって多分本当に事務所さんと契約してたら、多分事務所さんが全部やってくれはって任せっきりで、あとは自由にこうやってくださいってところが普通やと思うんですよ。てか むしろこう勝手に動くなよって感じだと思うんですけど、うちの事務所さんはすごい緩い優しい対応してくれるところなので、私結構自分でいろいろとやってるので、そう、いろいろやったりとか、あとはスペインのやつとかも全部自分でね、こうやり取りしたりとかもしなあかんやつもあるから、スペインと日本をつないでスケジュール管理してみたいなのを全部自分がやるんで、
そうね、なので多分他の普通のタレントさんより忙しくさせていただいていると思います。いい意味でも悪い意味でも多分金を可能性を広げるためになんやろな、止まってられんくていっぱい調べ物したりとかいろいろしたりしてます。そう、一緒にやるやつやろうね、白玉さん。マジでやりましょう、本当に。皆さんと一緒にアモンガスをやるあのイベントをしたいんですよ、私。エミチのファンだけ頑張るのも大事ですけど、いろんな方が大事ですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、とりあえずなんですよ今は。本当に収益化をまず目指してるだけで、そっからはもう自分の好きな時に好きなこれを伝えたいっていう動画を作って載せていきたいんですよね。TikTok、とりあえず、そうそうそう、今その収益化を目指してる理由は期限が1年っていうのがあるので、そう、それをまたこうサボって1年こうまたリセットってなってしまったら終わりやからさ、今とりあえず急いで1年間のこの期間の中で収益化をしようと思って頑張ってるんですよね。TikTok のアプリからアクセスされたリンク先の情報とか抜かれてるらしいって。おっちゃんも負けてられへんな、頑張ろうとか言って頑張ろう。あ、このみちゃんね、そう大変だったよね、すごいよね。多分私皆さんよりこのみちゃんに合ってる一緒に住んでたから。 TikTok アプリ開けるのちょっと不安って、大丈夫よだってどこにさアクセスしてるとかってさ、もうサファリから全部さアップルは取ってるやん。で別になんか見られたあかん情報をさ入れるわけでもないしさ、なんかほんまに流出させたらこれやばいぞみたいなんかさあったらやばいかもしらんけどさ、もう情報の世界やからね、こう喋ってる内容とかおすすめ出てきたりするやん、絶対アップル聞いてるやんみたいなね、もうしゃあないって思うようになってきた。だから TikTok アップ、あ、違う、大晦日にオンライン飲み会すぐできるのも事務所さんに感謝ですねって。そう、あれも自分でほんまにね企画して言ってって、そうさせていただいたからね、やりたいんですよ本当に。白玉さんやろうって、やりたい。大晦日は不参加なの、大晦日さん不参加だったか、おらんかったっけ。ゆうかみなはこさんレベルアップナイス、ありがとうございます。番組の経費も大事ですもんねって。番組の経費 YouTube な、そんなにでも経費って言っても無理だと思うけど、あの YouTube そんなに入ってこんのはね、もう100も承知なんですけれども。お母さんいなかったっけ。さあ、レモンサワーとコーラでもなんか食べられです、幸せになりました。でもおみそか、しんじさん無理って、このみんと無線システムぐらいもあって動画めっちゃあるでしょ。実はアンドロイドなのね。そう、収益経費に当てたいです、本当に。それは本当に思いますね。 YouTube 動画ループさせたらループした回数がそのままカウントされるんかな。ね、回数じゃなくて時間なので、ループさせてても時間はカウントされます。多分回数は1回やと思う。大晦日の飲み会めっちゃ楽しかったね、超楽しかった。愛し合わせて言わせたみたいになってる。ショートってやつを再生したらいいやな。あ、ショートはあかん、いいよ、ショートも嬉しいけど、ショートじゃない方がロングだから。あの、アモングアス再生しといてアモングアス2時間半あるから、もっとね動画投稿しますね。でも本当に落ち着いたらマジで面白いやつ考えて、あ、マジでほんまにイビサでイビサガール踊ってみたをやりたいけどなマジで本当にそれはやりたい。2時間半やばいね。これを日本人ともやりたい。それは全部英語でやってるんですけど、日本人ともやりたくて、で最終的にアモンガースのイベントをしたい。そう、ショートはねめっちゃ懐かしのやつをアップしてるから、ロングがある。再生時間が長い動画をループさせたら、その動画の時間がそのままカウントされると思います。とりあえずミュートして再生、ありがとう、本当にありがとうございます。
もちろん内容聞いてほしいけど、もうとりあえず収益化するまではいっぱい聞いてください。いっぱい流してください。お願いいたします。数人の方がこうねやってくれはるだけですごい違うんだよな。というほんまやおんまろおんわろというわけで皆様本日も配信見てくださってありがとうございました。仮面ライダーは今からお風呂に入ってきます。あ、ヨッシーさん今来てくれたのにごめんなさい、今からお風呂入ってきます。明日からガチベ始まります。お天気ナビゲーターのイベントです。たくありがとう、貢献してる、本当にありがとうございます。お天気ナビゲーターのガチベが明日から始まります。明日の6時からそして11日の9時までとなっております。ただ明日私、9月21日に出演する大阪での朗読劇の稽古がありまして、16時からのスタートには間に合わないんですよね。なので家に帰ってきてからすぐやるので23時15分から2時間配信をしたいと思います。9月6日のタイムテーブルはまた明日ここに書いておこうかなと思うんですけれども、一応決まっているのは11時半から30分、9時から45分、23時から45分となっております、はい、でまた全部のタイムテーブルも載せますね。ここに載せちゃうとわけわからなくなっちゃうので一日一日載せていくかなんかしたいと思います、はい、急な稽古やお仕事がない限りはこれに沿っていけると思うので久々のガチで頑張りたいと思います。1位目指します。よかったら応援よろしくお願いします。お昼にもう1回30分ぐらい配信するけど、それはイベントスタートのあれではなく今日からイベントでやるんでっていうのを喋りながらメイクとかしようかなと思います。はい、別のとこが確か7日までやね。おい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 、来て来て、来られる、頑張ります。ありがとう、皆さんありがとうございます。頑張ります。というわけでもう終わりなんですけれども、先ほどちらっと言いましたが9月21日に朗読劇が大阪であります。大阪の芸術創造館です。千林大宮から歩いて10分ぐらいの距離のところにあるところであります。朗読劇なんですけども、映像がすごかったりとか音がすごかったりとか演出もあったりとか、結構朗読劇っぽくない朗読劇になっております。多分エミカママも来ます客席にいるんじゃないかな。そうなのでぜひお時間ある方はよかったら来てください。ツイッターに URL があるのでぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。でチロルはいない、じゃあワンワン言っちゃうからぜひ来てください。あ、ママは出演はしないよ、出演はしないよ、見てるだけだよ来てくれるかもしれないっていう話をしてた。ママ朗読するのよ、朗読劇朗読するのよママ。だから勉強に行って、でもめっちゃダメ出しするかもって言われた。各ファルベアップナイスありがとうございます。ぜひ来てください。本当に久しぶりの、わエミッチ、あ久しぶりにみたいなことをします。はい、なので楽しんでもらえるように頑張ります、お稽古はい、ぜひお待ちしております。しかも3人しか出ないのでずっと喋ってるんで、はい、今回は来てほしいなって思いますね。新しいスタイルの演劇かなって思います。はい、来てください、よろしくお願いします。もし行けないよって方よかったら拡散だけでもねしてもらえたら嬉しいな。よかったら見に行ってくださいって、さんもしてくれたらしい、よろしくお願いします。では最後にランキング読んで終わりたいと思います。いきます。13位たくやさん、12位たこ焼きさん、11位ぷよよんさん、10位ともっちさん、9位こうたろうさん、8位手巻き寿司よさん、7位よしのりさん、6位ずかさん、5位ビビビビビビビオロゲンさん、4位やんちゃくれさん、3位かーくん、2位ウーカメインの箱押しさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。カンジさん、トシ君と一緒に住んでんのありがとうございました。ならまたみんな明日会いましょう。明日からイベント頑張るで、よろしくね。じゃあね、おやすみなさーい。あ、結構行ってきます、頑張ります。
ありがとう。バイバイ。おやすみ。